霊夢と、マリサが行く。北海道、函館、札幌、小樽旅行。え、何か起こるのか。パート8、愛しき、小樽編。小樽、到着。駅舎が、いい感じだな。車窓さんのおすすめの小樽運河行こうよ。そうだな。すみません。ちょっといいでしょうか。はい。なんでしょうか。ミニョルは言えませんが、あなたたちと一緒に小樽観光してもいいでしょうか。悪いだ他を。いいよ、一緒に小樽観光しようよ。え、霊夢ちょっと。だって、困ってるみたいだし、ちょっと付き合うなら。ありがとうございます。なんか、こういうのパターン的に良くないんだよな。もしもし、霊の女、観光客と一緒に行動し始めたぞ。また連絡する。自己紹介まだだったな。私はマリサ。私は、霊夢。私は豊姫と言います。さあ、わけありだろ、話してもらおうじゃないか。そうね、もう私たち友達よ、遠慮なく話して。すみません、ここではちょっと、海の方に行きませんか。そうね、人が多いもんね。確かに悪い話できないな。ここ、線路ある。これは、元貨物路線の手宮線。昔は、石炭や海産物を運んでたらしい。南小樽から手宮間の約3キロある。昔は、漁業だったけど、今は観光地、時代の流れが街の雰囲気変えちゃうのね。わあ、大型船よ。あれは、海上保安庁の船かな。私も、あれに乗って遠いところ行けたな。はあ。そんなこと言っちゃダメよ。さあ、訳を話してもらおうか。わかりました。私、東京から来ました。そして、私の彼氏は小樽が実家なのです。1ヶ月前、フラッシュメモリー私に渡して、姿を消しました。おいおい、まさか中身見たのか。見よると思いましたが、パスワードがわからなくて。ねえ、マリサ、これって。悪い奴らがそのフラッシュメモリー、狙っているのか。はい、それに脅迫電話や、車に敷かれそうになったことも何度。1週間前、家に帰ったら、家の中も荒らされて、なんでこんなことになったのか。彼に聞きに今日の朝新幹線に乗って、今ここに。一人で怖かっただろうね。悪い奴らもここまで来ているかもな。はい、だから、小樽駅出たら怖かったので、あなたたちに声をおかけしたんです。連絡取り合っているんでしょ。すみません、彼、携帯も私の家に置いていったので、連絡しようがないんです。それに、彼の実家小樽なんですが、実家がどこなのかわからなくて。あらら。か、豊姫さん、あんたの携帯に登録してないのか。すみません、登録してません。探しようがないわね。警察行くしかないぞ。警察にも、言いましたが、もうそういう話扱いで取り合ってくれませんでした。彼の携帯のパスワードわからないし、困りました。豊姫ちゃん、奴らに渡した方がいいんじゃない。命狙われるよりは、マシだし。霊夢、それを渡して、命が助かるとは限らないぞ。それで、彼、仕事何してるの？新聞記者です。記者の仲間がかくまってもらってるかもしれないな。そうだったら、私も安心ですが。マリサ、豊姫ちゃんも一緒に旅行しようよ。そうだな、一人でいるのは危険だもんな。ありがとうございます。ここは有名な小樽運河ね。夜のシーンには快適だな。夜って、ライトアップするんでしょ？でも4時半には、快速に乗って、札幌行かなくてならないし。ホテル札幌だもんね、予約。ホテルの人には、分け話して、3人にしてもらうか。食堂ありますよ、よかったら、何かご馳走します。え、ごめんね、豊姫ちゃん。うちら、朝食のバイキングでまだお腹空いてないんだ。どれだけ、食べたのですか？いや、めったに食べれないものばかりだから。ついつい、大量に食べてしまって。すごいですね。小樽の倉庫街、一周したわね。そうだな、他にも行きたい場所あるんだが。札幌のホテルの時間迫ってるのよね。ちょっと、待ってコンビニ行ってくる。お待たせ、じゃ、札幌へ行こうか。マリサどうしたの？ごめん、飲み物買ってきた。
さあ、行きましょう。あの女、札幌行くのか、やるなら列車の中だな。